はいこんにちは佐大臣三長です本日は2022年4月中にメルマガで喋った雑談に未収録分の雑談を加えたものです今回は本当に雑談ばかりで役に立つ内容は何一つないのでそれで良いという方だけお聞きくださいこんにちは佐大臣三長です早朝から今宮神社に参拝してきました京都市北区紫野にある神社です創建は平安 応仁の乱で衰退し江戸時代五代将軍徳川綱吉の母継承院によって再興されました疫病沈めの神社です早朝の人のいない境内はいつも以上に広々と感じられ桜が満開でした神主さんがほうきで塵を吐くシャッシャッシャッという音とヒ<ス>ーッヒーとヒヨドリの声が響いていました静静な空気がありました 小国渓谷にある商天閣美術館で開催中の王朝文化への憧れ雅の系譜を見てきました主に伊勢物語と源氏物語にまつわる江戸時代の時報が展示してありました千利休作の竹垣花入れ「れ昔男」に始まり伊勢物語源氏物語の名場面を描いた屏風絵源氏物語「夕顔の巻を描いた巻絵箱の薪を描いた薪絵箱河川絵など 見どころが多かったです特に偽物語の布引きの滝を描いた屏風絵はたぎり落ちる滝の前に立つ有原の雪平成平兄弟と座って見物するお供の人々も生き生きと描かれておりワクワクしました久しぶりに偽物語を声に出して読みたくなりました酒をやめました現地物語の解説サイトを作るため毎日まとまった時間が必要になったためです寝覚めがよく気分がいいです よく言われる禁断症状などは全くないです。このまま一生飲まなくても別に構わないです。私はもう平均的な人間が一生かけて飲むぐらいの酒は飲んだはずですので。男子は大変だ死ぬような苦しみだとわーわー言う人多いですけれども全然そんなことないですね。やめたければやめる。飲みたければ飲む。好きにすればいいと思います。スズメが桜の木の幹にへばりついてしきりにピチピチいっているので。 なんだと思ったら幹に生えた苔をほじくっていました苔の中にいる虫などを食べるんでしょう食べながら少しずつ木を登りついに枝の上に乗ってそこでまた苔をほじり続きました初めから枝の上でほじった方が楽だろうにと思いました早朝から宇田天皇陵に参拝してきました仁那寺の北の山の中腹にあります山中の岩肌むき出しの細い道を抜けてたどり着きます 道の途中で京都の町並みが見渡せます。はるかに天王山、向かい合って岩清水八幡宮のある男山が眺められ、地下き眼下には、つれづれ草に描かれた並びの丘が見えます。鬱陶とした山中で誰も来ませんので、大いに声を出して平家物語や百人一首など、わーわーがなってきました。気分良かったです。今日は花の盛りです。忍なしの桜。 御苑の桜、平野神社の桜、哲学の道の桜、南禅寺の桜、木上げインクラインの桜、平安神宮の桜、そわそわして仕事が手につかないです。この四季の京都の素晴らしさは、あれこれ言うよりも、ズバリの歌があります。見渡せば、柳桜をこき混ぜて、都ぞ春の錦なりける。スズメの可愛さはいいくくら語語っても語り尽くせないですが 例えばほっぺたの黒い部分です白地に真っ黒い模様があるあれが可愛くていいですねあのほっぺの黒いところを人差し指の先でこちょ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 とできたらどんなに満たされた気分だろうかといつも思うのですよスズメのひなはほっぺが薄いグレーで成長するにつれて黒くなっていくのも良いですスズメがもし懐いてくれてこう首を傾けながら 方をこちゃこちゃこちゃこちょっとさせてくれたらと思うと、それが叶わないことがもどかしいです。昔読んだ二宮智子作「平成酔っぱらい研究所」という漫画に、自分部という話があって、要は頭の中にたくさんの部を作って、いつも何かしらの部活動を楽しんでいるという話です。私の場合は古典暗唱部、歴史研究部、野鳥観察部、散歩部、料理研究会などがあり。 始終部活動に忙しいですむしろ人生は全て部活動であると考えると楽しいではないですか。皆様も自分部を作ることをおすすめします。平野神社でクラシックの野外コンサートをやっているので行ってきました。桜満開の境内にフルートの音色が心地よく響きました。私ははククラシック音楽には全くく造形がなく クラシックといって思い浮かぶのは若い頃見た銀河英雄伝説のアニメです。BGM のほとんどがクラシックなんですね。フルートを聴いていると宇宙戦艦がレーザー砲を撃ち合っている場面や王宮の庭で貴族たちが園遊会を開いている場面が頭の中に浮かんでは消えていきます。スパイスカレーを作りました。市販のルーを使わず一から自作するやつです。途中、このゴミみたいな物体が ちゃんと美味しいカレーになるのか非常に不安でしたダメでした玉ねぎが真っ黒に焦げてしまい全く食えたもんではなかったです難しいです毎朝仕事前にダンテの新曲を読んでいますほとんどわからないですダンテがベルギリウスに導かれて地獄を下に下に下っていくという大まかなプロットしかわからないです幾層にも分かれた地獄の描かれようが 13世紀後半のイタリアの社会背景や聖書やギリシャ神話ローマ神話を下敷きにしているので日本人には分からない点が多すぎますしかも地獄の攻めくを受けている人物として歴史上の人物が次々と出てくるのはこれはまだ分かるんですけれどもなんかダンテの個人的な知り合いみたいなものが何の説明もなく実名で出てくるわけですよそれ誰も知らんよと。 その点、「源氏物語」も「万葉集」も、日本人であれば、現代語訳や注釈に頼れば、どうにかこうにか実感として意味がつかめるのは、素晴らしいことに思います。京都は景観条例がやかましいので、例えばマンションを建てるとき、高さ、材質、デザイン、色彩など、やかましい規定があるそうです。改めてそのことを最近実感しております。近所のマンションが、黒や茶、白といった、 シックな色合いいいででまとめられておりかっこいいです今まで夜にばかり散歩してましたからね明け方散歩すると建物に光が当たってよくその色彩やデザインが観察できますね京都文化博物館で開催中の鎌倉武士の物語と京都を見てきました鎌倉武士の物語と京都という切り口で絵巻物掛け軸絵写本などを展示してありました題材としては 平家物語源平浄水器吾妻鏡などですね平治物語にある小南言入道神勢の首を掲げた武者行列が平安京の西国に向けて練り歩く場面は模型で再現してあり素晴らしかったです最近朝食はそばを湯がいて食べますそばつゆの調合が難しいですね醤油やみりん料理酒を掛け合わせて様々に試行錯誤しましたが 結局市販の麺つゆを水で溶いた無難な線に落ち着きました忍那寺の小室桜を見てきました細咲きの竹の低い桜です晩春の京都の風物詩で忍那寺や足元よりぞ花の雲と読まれています人が多く賑わっていましたもう散りかけでしたが花の向こうに五重の塔がかっこよく見える定番の撮影スポットのあたりは なぜかまだ満開で良かったです。色付き始めた青もみしと三葉つつじも桜と色を競い合っていて素晴らしかったです。15日は北野天満宮の月並み神事でした。10人ほどの辞任さんが社務所から出てきて、その格好は白い足帯に絵星をかぶり、木靴を履いて小雨降りしきる中、朝着色の番傘を差していました。 その辞任さんたちが行列をなしてしずしずと境内を進み本殿の中に吸い込まれるように入っていくとやがて祝詞がろうろうと響いてくるいつも厳粛な本殿がさらに厳粛な空気に包まれました最後にパンパンとたたく柏手での音も境内に心地よく響きました新千円のツツジが満開でした池のほとりのツツジが赤く白く 水面に映り込んでゆらゆらと揺れて見ごとでした境内で放し飼いにされているアヒルたちが水際におまんじゅうのようにしゃがみこんで時々首を伸ばして水をすくい上げて飲むのがいかにものんびりしていましたアヒルの名前はあーちゃんぴーちゃんルルちゃんといい襲名性をとっているので2代目とか3代目だそうです宇治に行ってきました青もみ市の盛りでした平等院の門前も 藤上神社の参道も、源氏物語ミュージアムの庭も、目も覚めるほどに青もみじが色づき、優しい明るい光に満ちておりました。特に源氏物語ミュージアムの庭は見事で、光のトンネルのようで素晴らしかったです。1ヶ月ぶりに外食しました。カレーを食べました。思ったのは、自分で作った方が美味しいということです。飲食店のカレーは、 注文が入ってからルーに具を乗せるのでどうしてもルーと具が馴染まないですうちはカツカレーしか出さないというところだったら別でしょうけどねルーと具がドロドロに溶け合うくらい徹底して煮込むのは飲食店という仕組み上難しいのかなと思いました一条通りに面した大正群八神社で妖怪アートフリマモノノケイチというのをやってました 妖怪をモチーフにした雑貨や絵ハガキ、T シャツなどを扱うフリーマーケットです一条通りは平安京の北の果てで昔から鬼や妖怪の話が多いです若い人が多く鬼や妖怪のグッズにましってクトゥルフ神話のグッズもあり伝統文化とサブカルチャーの融合が見られ興味深いことでした鴨川の河川敷からタラスの森を通って下鴨神社に参拝してきました 青もみじののりでタラスの森は明るいいい優しし光に満たたされていました森を歩いていたら目の前に何か揺れているのでよく見たら小さなイモムシが高い木の枝の上から糸を伸ばしてぶら下がって地上に降りようとしているところでした風に揺られながらそれでもある程度は自分で角度や位置を調整しているようで10分くらいかけて雑草の上に無事に降り立ちました 最後にに自分が出ししたたを断ち切るのに苦労していたようですミノムシは父に捨てられたみなしごであり父を求めて父よ父よと言って泣くという話が枕草子にあり松尾芭蕉はこの話に基づきミノムシの声を聞く会を開催してミノムシの,の根を聞きに来よ草のいよの句を読みましたそんな芭蕉の昔もなんとなく思い浮かび しみじみと快いひとときでした下鴨神社の神前では結婚式をやっていました巫子さんに先導されて赤い番傘をさした新郎新婦の後ろから紋付き袴姿の参列者が続き玉砂利吉田境内をしずしずと進み本殿内に入っていきました厳粛な空気でした北野天満宮おどりの青もみじを見てきました近くの青もみじと 遠くの青もみしがきめ細かく重なり合って明るい光に満ちてもみじ葉がさわさわと風に揺れるのや神谷川のせせらぎも加わって素晴らしい風情でした赤霊が両足でトコ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 ッと小走りするように歩くのは余裕なさげで可愛らしいですスズメが両足揃えてちょんちょんとホップして進むのとはだいぶ感じが違います東本願寺も西本願寺も阿弥陀如来を祀る阿弥陀堂と 親鸞聖人を祀る護衛堂が左右に並び立って配置されていますが阿弥陀堂より護衛堂の方が大きくて立派ですつまりご本尊たる阿弥陀如来よりも親鸞聖人を大きく扱っているということですもし親鸞聖人が生きていらしたらよしてくれと頭を抱えると思います近くの家のアンテナの上に青ギが止まっていて悠々と下界を見下ろしていました神は 平和で暮らしておろうかという感じで帝王の風格がありました暑いので口をほのかに開けて体温調整を図っているのもいい感じでしたブルドッグを散歩させている人をよく見ますがブルドッグは顔がつぶれていて下品にフガフガ言うし私はちっともいいと思わないですしかしブルドッグがあの醜さでありながら好かれているのは見かけではわからない良さがあるんでしょう 武田信玄が山本勘助を面接した時に「あんな異様な風体のものをお許しください」と家臣たちは止めたけれども武田信玄はいやあの異様な風体でありながら諸国に名が知れているのは相当の人物であるのだと言って山本勘助を採用したそうですがブルドッグにも山本勘助に通じる底知れぬ魅力があるのかもしれません夕方雨がやんだので買い出しに出たら。 金閣寺のある衣笠山が雨上がりの雲を背景に神々しかったです雲の影の部分は群青色に夕日が当たる部分は茜色に染まりのそっとそびえる衣笠山の後ろで風に吹かれて雲が次々と流れていくのが見事でしたこれぞ古代の昔からのカムナビ山の面目であるなとしみじみと思いました平野神社に参拝してきました葉桜が濃く色づき あやめや八重山吹が色を競い合っていましたついこの間まで桜が満開で境内でフルートのコンサートなどをやっていたのが夢のようです季節の移り変わりは早いですねこんな感じで京都暮らしの雑談を交えつつ日本の古典歴史について語っておりますメールマガジン「左大臣の古典歴史解説」紅葉配信中ですリンク先から無料で登録できます是非登録して聴いてみてください 本日も佐大臣三長がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました